周辺は、チベット民族の聖地であるアムネ・マチンは、中華人民共和国青海省。五六チベット族自治州にある山々で、混ン,ン山脈の東部に属しており、最高峰の海抜は6282メートルである。チベット語で、アムネは、老人、マチンは、活物の従者を意味する。また、現地のチベット族は、神の山の意だとしている。 アムネマチンは、現地方古とによる発音であり、ラサ方言では、アニエマチンとなる。別名は、関、石山。最高峰は単にアムネマチンとも、またマチェンガンリ、メセキセツさんとも言う。チベット民族の四大聖地の一つで、黄河の源流近くにある。現地住民により、長く盗聴が妨げられていたが、1981年5月22日に、 日本の渡辺義一郎ら上越山岳協会、アムネ町に有効登山隊が初登頂した。環状最一期伝、水系中などに、黄河の水源として、関、石山という地名が見えるが、これがアムネ町山脈の故障とされている。1920年代から謎の広報として登山家の注目を集め、一時はエベレストよりも高い山がある可能性が論じられた。 1922年にアムネマチンを指認したイギリスの探検家ジョージ・ペレーラは少なくとも7600メートル以上でエベレストより高い可能性があると主張したアメリカの探検家ジョセフ・フランシス・チャールズ・ロックはナショナル・ジオグラフィック1930年2月号において少なくとも28000フィートの高さがあると主張した1944年3月 米軍機がインドから中国へ向かう途中、高度3万フィートで飛行中にもかかわらず、機体より少なくとも2000フィートも高い山を目撃したと報告し、これがアムネーマチンではないかと疑われた。このニュースは当時多くの新聞に掲載されたが、ジャーナリストのジョン・クラカワーは山頂を目撃したという DC-3 は、そもそもこの高度で飛行することは不可能であり、この話は、 第二十空軍の将校たちが、従軍記者をからかう目的で鉄道した作り話だとしている。1948年4月、アメリカのボールペン製造業者、ミルトン・レナルズとパイロットのビル・オドムが C-87 で探検を試み、高度9450メートルでアムネマチンを目撃したと主張した。1949年、アメリカ人のレナード・クラークが、 海賊軍閥の魔法、カオルの支援のもとに、アムネ・マチンの探検を試みた。この時クラークは、三角測量に基づき、標高を9041メートルと報告している。1960年6月、北京地質学院登山隊が、6月2日にアムネ・マチンの初登頂に成功したと発表した。当初、標高は7160メートルと報告されていたが、 1980年6282メートルに訂正されていたことが明らかとなった。標高が大幅に低くなった理由について、中国登山協会の市占いル副主席は、米軍機や北京地質学院隊の使用した高度計は、気圧の変化のために狂っていたと説明し、6282メートルは航空測量の結果だとしている。また、 1980年の青海登山協会による再調査で北京地質学院隊が登ったのは手法ではなく通報であったことも判明し、1980年9月に来日した中国登山協会代表団は公式に未登校であることを認めた。1979年10月、中国登山協会はアムネマチンを含む8つの山について、翌1980年により、 外国の登山隊に解放すると発表した。これを受けて、日本の上越山岳協会がアムネマチン手法への登山を申請し、1980年2月に許可された。1981年5月22日、上越山岳協会、アムネマチン有効登山隊の渡辺義一郎、山本義雄、三宅克美の3人が初登頂に成功した。ありがとうございます。